朝9時、スタッフの誘導で観客が次々と入園していきます。中国夏季博覧会は1987年に始まった中国で最も規模が大きい花の博覧会で、4年に1回開催されています。10回目の今回は花開く中国の夢をテーマに、これまでで最も多い189の出展団体が1000種類余りの新品種を出品しています。会場は数名島にある東平国家森林公園に設けられ、総面積は10万平方メートル。新たに設けられた北パークと東平国家森林公園を改造した南パークの2つのエリアからなっています。園内には常設の復興館、正規館、祝祷館と、花博開催中だけ使われる百花館、花芸館、花聖堂の6つの展示館があります。え、没有这么大的面積、空気也好、样样都好、美很美、这辈子没有看到过这么花、很高兴。哎，我们逛了好几个园了、哎、很非常漂亮、非常漂亮、值得大家来。会場に入ってまず見えるのは正規館です。空から見ると蝶が羽を広げたように見えます。屋上には街道、桜、百日草、磯トマなど10種類の花々が鮮やかに咲いています。館内の展示エリアには800余りの植物が植えられています。科学技術を応用した品種の展示を見たり、新メディアを体験したりできます。またデジタルメディアで視覚体験もできます。蛮好看的，画面感蛮强的，也蛮吸引人的。那朵花，花心收进去的时候，好像你有就是被人抱着的感觉。一方、復興館は4つの展示エリアに中国各地から運ばれた花が展示されています。花をなるべく長く満開のまま保とうと、室温は20度から25度に抑えられています。上海エリアには市の花、白玉蘭と紫や青など6色の霞草で花の彫刻が作られ、多くの人が足を止めています。整个那个玉兰花雕的高度是在7米2，然后呢，它的宽度是在3米2左右，做出一个那个含苞待放的味道。一方、河北エリアではリンゴの盆栽が人気を集めています。特に一つの木に2つの異なる果実がなっている珍しい盆栽は注目を集めています。真的很那个，给一种耳目一新的感觉。你像水果摊在树上长的，像这种盆景中长的，真的第一次看。花博覧会のチケットは推薦版という携帯アプリで買うことができます。会場へは公共交通機関や専用バスやフェリーなどを利用するか、マイカーで行くことができます。どちらも最低1日前に予約が必要です。花了一个半小时吧。应该才两个小时不到一点，轮渡非常舒服啊！推荐大家坐这个水轮的游轮，对，快速的游轮，高速轮非常好。花博覧会の期間中、花文化をテーマにしたイベントや夜間イベントなど、およそ300余りの関連イベントを開催する予定で、1日7万人から8万人の客足を見込んでいます。より多くの人に数名島に泊まって、より深く花博覧会を体験してもらうため、会場周辺にはホテルと民宿合わせて1368軒の宿泊施設が用意されました。中国の夏季栽培面積は昨年末までに150億平方メートル、年間売上は2500億元を超え、世界最大の夏季生産地であると同時に主要消費国と輸出入貿易国となりました。今回の花博覧会を通して花経済が中国の経済に良い影響を及ぼしていくことが期待されています。